はいこんにちは藤井武夫です。今回はライターというツールについて紹介をしていきます、えー。今回ですね、ライターについて紹介をするんですが、これまで私は自分のブログの記事の方で数多くの AI ライティングツールを紹介してきました。ジャービス AI、それから、えー、ペパータイプ AI、スケールナット、えー、ジャービスやスケールナット、ペパータイプ AI、こういったものを紹介してきましたね。で今回紹介するのはこのライターというツールです。で、私がこれまで えー、AI ライティングツールさまざま紹介してきたんですがそもそもなぜ AI ライティングツールを使うべきなのかってところについて立ち返って話を最初にしておきたいんですね今 AI ライティングツールが世界中で使われています多くのマーケッターが使ってますコンテンツを書くこととても簡単でシンプルになりましたなぜ AI ライティングツールを使っているのかみんな使っているのかっていうとそもそも AI ライティングツールってのは人工知能が人間の代わりに文章を書いてくれるんですね AI ライティングツールっていうのは非常に便利なツールなんですよ。なぜかっていうと、AI ライティングツールを使うことで、あなたの時間と作業を節約できるからです。つまり、手動で文章を書く必要がなくなるわけです。AI ライティングツールっていうのは、人間が書いたように自然に文章を書いてくれます。で、高い金額を払うことなく利用できるっていうのも大きくて、 もしあなたがブロガーだったら AI ライティングツールであなたのブログ記事を書くことはできますし、マーケッターだったらソーシャルメディアとか、ソーシャル広告文とか、セールスページといったこういったものの文章も書くことはできるんですね。で、こういった私は長文のコンテンツも書いているんですが、実はこういったものもこういった AI ライティングツールを活用して書いたりしています。で、今回紹介するライターというツールもその一つで、 AI を活動して文章を自動で生成できる最新の AI ライティングツールなんですね。で、最新っていうふうに今言ったんですけど、これは文字通り、2021年にサービスが開始したばかりのツールで、とはいえもう今急速に利用者を増やしています。世界中でもすでに45万人ですかのマーケットやコピーライダーが使っているんですね。企業家などが使っていると。で、その他大手のレビューサイト。 でもですね、えー、高い評価を誇っています。トラストパイロットでは4.9ですね、えー。レビューが978個もあります。えー、G2 でも486個のレビュー、そしてその中で、えー、評価としてもこんな感じですね。5つ星の中で4.8獲得します。非常に高評価です。 でこのライターを使うことで何ができるのかをシンプルに説明するとコンテンツを自動で書いてくれます実際にこれからはライターを使ってコンテンツを書く様子っていうのをご覧いただきたいんですが簡単な情報を入力するだけで3000文字のブログ記事や広告コピーセールスコピーなどを自動で作ってくれますでライターがあったら誰でも簡単に高品質のマーケティングコンテンツやブログ記事をたった数秒で生み出すことができるんですね じゃあ早速今回はライターを使ってどういう風なコンテンツをどのように使って、どのように書けるのかってところをご覧いただきたいと思います。えー、まずはですね、ちょっと画面を大きくしますね。はい、大きくしました。これがライターのインターフェースです。えー、基本ですね。まず、えー、見ていただきたいのが左です。セレクトラングエ g e 見ていただいたらわかる通り、えー、実は英語だけじゃなくて様々な言語に対応してるんです。 例えば、中国語とか、えー、日本語もそうですね。ヒンディー語。また、えー、ロシア語や、スロバキア語やス、えー、スペイン語、ベトナム語など、えー。その他にも様々な言語。現在32かなほどの言語が対応しています。また、えー、文章を書く際の、えー、トーン。まあ、どういう口調で文章を書きたいのかってところも細かく指定ができるんですね。 カジュアルに書きたいのかとか、それとも、えーまあ、フォーマルな感じで書きたいのか、えー、などなど、実際こうやって、えー、選ぶことはできるっていうところです。で、ここから見てほしいんですが、えー、ユースケースっていう、まあ、どういう用途で文章を書きたいのか、どういう文章を書きたいのかってところを選ぶことができます。例えば、あなたが YouTube の動画を投稿してるんだったら、動画の説明文とか、 また、例えばビジネスのアイディアを生み出したり、コピーライティングのフレームワークですね。フレームワークもあったりします。だから自分が何か売れる文章を書きたいときでも、このフレームワークを使って自動でコピーライティングを行うことができるということですね。もちろんブログの記事も書くことはできます。その他、Facebook や Twitter や LinkedIn の広告や Google Search Engine、Google 広告というものを自動で作ることもできるんですね。でその他にもさまざまなもの、文章をこのライターで作ることができます。SEO のメタディスクリプションや SEO のメタタイトル、あるいは音楽、歌詞ですね。歌詞を作ったりとか、ストーリーを作ったりすることもできるんです。はい、また、こ,この中で自分がこれ作りたいというものがなかった場合は、 自分でそのユースケースを作ることもできるんですね。このように、このライターを使うと何でも書くことができます。今回、じゃあ試しにですね、最初に紹介した YouTube の動画説明文を作ってみましょうか。例えば、今回、AI ラ・ 例えば、こんな感じに簡単な説明を入力しました。この動画では AI ライティングを使うメリットは何なのかを解説します。説明します。っていうふうに書きました。で、いくつ生み出すのか、生成するのかも選べます。じゃあ、2つ生成しますね。準備ができたらこちらのボタンをクリックします。あとは数秒間待ってみると、このようにですね、文章が生成されました。 このビデオでは AI ライターを使用することで時間を節約し生産性を向上させる方法を学びます。SEO、コンテンツクリエイターなどに最適なコピーライターのリストがあります。これ納得できない場合はさらに、えー、ボタンを押すと生成されます。これ良さそうですね。ブログを書くことに苦労したことありますか行き詰まりを感じ何を書くべきかわからず、コンテンツのアイデアを思いつく方法もわかりませんかあなたの心配は終わりました。AI ライターツールを使って 使用して高品質のブログを数分で作成する利点は次の通りです。こんな感じで文章を生み出すことができると。今回、えー、日本語で、えー、書いたんですが、もちろんその他英語などでも書くことができますね。はい、えー。では次にですね、このライターを使って実際にブログの記事を作っていきます。えー、先ほどと同じように左のバーを見てください。えー、この中でまずはユースケースをブログアイデアとアウトラインに設定します。うん これを選ぶことによって、これから作るブログ記事のアウトラインを作っていきます。で、キーワード、今回は、AI ライティングとは何なのかっていうことを書きたいんで、AI ライティングとはというキーワードを入力します。で、あとはボタンをクリックします。ボタンをクリックして数秒待つと、このキーワードを元にして、ブログのアウトラインが作られます。はい、このような感じですね。ちょっと修正していきます。 はい、これで一通りのブログのアウトラインが作られました、AI ライティングソフォトウェアのガイドと、それがコピーライティング業界を混乱させる,させる、えー、方法、どの機能をするか、まあ、タイトル、こんな感じにしましょう。 でキーワード、人工知能、ライティング、ブログ記事、AI を書く。このキーワードと、えー、タイトル、見出しを一緒に選択して、このパラグラフというボタンをクリックすることによって、えー、自動的にコンテンツを書くことができます。はい、えー、出来上がりました。AI ライティングツールは人間のライターを必要とせずにブログ投稿や記事を生成するのに役立ちます。えー、ブログの これらの AI ツールは自然言語生成を使用してコンテキストコピーライティングを提供できますはいこのようにですねちょっと修正するだけでも全然使えるまともに読める文章が出来上がりました意味としても通ってますね AI ライティングツールってこんなもんだよと AI ライティングツールのおかげでこの業界が変わってきましたよと で、ここからさらにですね、どんどんと追加していけるわけですよ。例えば、こうやって、また選んで、パラグラフを選択することで、この見出しとキーワードを元にして、コンテンツを作り上げると。はい、こんな感じですよね。で、この、この繰り返しによって、コンテンツを作り上げていくことができます。もう、見ていただいたらわかる通り、今の時点でも914文字ですね、えー、パッと作ることができました。 解説をしながらなんですけども、えー、たった数分で914文字を生成することができたわけです。で、今ちょっと修正しながらやってみたんですけどね、ただそれでもほとんど修正するっていうか、まあ、読む分に少し読みやすくするぐらいのことですよね。デジタルエージェンシーっていう言葉日本にはないんで、例えば広告代理店のような企業とか、えー スタットアップ企業はこんな感じで少し修正加筆をするだけです。あとはもう本当に読みやすさっていうところを修正するだけで文章としては通ってます。意味が通ってますんで、このまま使っていただいても全然構わないんですよ。で例えばこういったものを選んで、えー、さらにコンテンツを拡大し長くしたりとか短くしたりっていうこともできるんですね。長くすると、例えばこんな感じに。 えー、変わりました。で、例えばこれをですね、短くすると、こんな感じに短くなります。このように、えー、どんどんと文章というのを変えていくことができます。文章のちょっと長いなとか思ったら短くできますし、あとはさらに文章を改善したいなと思ったら、インプルーブをクリックすると、元々の文章から改善がされるわけですね。はい、変わりました。こんな感じです。 であとは先ほどちょっとちらっと見せてたんですけども、えー、ちょっとこのキーワードのところを工夫するというか、えー、変えるだけでも自分の書きたいようにコンテンツを作ることができるんですね。市場で最高の AI ライティングツールは何ですかっていう風な見出しを作っていきたいんで、私はちょっとこれをライターっていうふうに言わせたいなと。ライターが市場で最高の AI ライティングツールだよってことを書きたいんで、キーワードにライターって入れました。 でこの状態で例えばパラグラフっていうのをクリックすると、えー、このキーワード情報をもとにして文章っていうのは作られるのでライターが、えー、最高だってこんな感じですねライターがいいライティングツソフトですよって出てますねこのようにこのキーワードを自分の都合のいいように、えー、入れることによって自分の求める文章を作ることができるんです このライターというのは現在ですね、2つのプランが用意されています。1つは、スターター、セーバープランとアンリミテッドプランですね。セーバープランは月額9ドルで、1ヶ月に5万文字を生成することができます。で、アンリミテッドプランは29ドルです。月額29ドルで、 これは無制限の文字ですね。だから、無限に文章を書くことができるんですよ。で、まあ、こう見ると、アンリミテッドプランの方がいいじゃんって思うかもしれませんが、ぶっちゃけた話をすれば、あんまり文章を書かない人、ブログ記事を書かない人は、このセーバープランでも十分だったりするわけです。つまり、月額9ドルですね。月額9ドルのプランでも十分なわけです。日本円だったら、まあ、1000円ちょっとじゃないですか。 非常に安いですよねもしライターに頼んだ場合って、えー、5, 万5万文字を書いてもらおうとすると1000円じゃ絶対足りないじゃないですか、えー、1つの記事を3000文字で依頼した場合それだけで、まあ、3000円とかかってくるわけですよね5万文字だったら5万円かかってくるわけですよ日本のライターに頼んだりするとただしこの、えー、ライターというツールを使うと、えー、この気が 普通に場合によってはこの無制限に作ることができるわけです。で、まだこれ、ちょっと有料プランに加入するかどうかわかんないし、その気がないっていう場合も安心してください。今、ちょうどライターでは無料プランっていうのが存在しています。これは月,月にですね、5000文字を無料で毎月生成できるんです。毎月です。1回限りじゃなくて、このライターを使っている限り、毎月5000文字が生成できるっていうことなんですね。 なので、これはもう別に有料じゃなくてもいいんで、まずは無料プランでもいいんで、このライターを使って試してみてほしいなというふうに思います。これを使うとブログ記事の作成が本当にはかどります。やっぱり今見ていただいた通り、り、日本語の文章としてまだ改善の余地はあります。ぶっちゃけた話ありますよ。で、英語とかの方がよっぽど品質は高いんですけど、ただ日本でもこの、えー、ツールっていうのは本当に自然な文章。 これから書けるようになっていきますし今の時点でも意味として通る文章が作れるんでもし興味があったら一度でもいいんで使ってみてくださいえー、まあ有料プランも安いんでね是非検討してみていただきたいなっていうふうに思いますこのライターは私もずっと使っているツールですので2021年に始まってからずっと使っているツールですので何か聞きたいことがあったらきっと私も答えられると思いますし、えー、まあ何でも質問とかあれば送ってください では今回はライターについて簡単な説明、使い方を説明しました。また次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。